吉川元春、毛利元就の次男として生まれた男である。彼は吉川家に養子に出され、そこで当主となり毛利家を支えた。合戦で成し遂げた数々の功績から羽生一辺倒のイメージも強いが、それだけではない。政治的なバランスを考えて結婚相手を選んだり、戦場で書物を丸ごと書き写したりと、ちょっと癖強いエピソードもあるが、文武両道である。そんな吉川元春の生涯を振り返る。チャプター1、早すぎる初陣。1530年、秋の国、吉田郡山城。毛利家にて、元春は生まれる。元春の父親は毛利元就である。この頃は秋の国の少領主に過ぎないが、その後知略謀略を駆使して中国地方で一番の大大名になり上がる人物である。そんな父元就の下で元春は成長していく。我ら毛利はこれからさらに勢力拡大する。はい。勢力拡大に伴い敵は多くなる。覚悟して備えておけよ、元春。はい。そんな父の忠告があったのかはわからないが、元春は幼い頃から武芸の鍛錬に勤しんだ。俺が毛利家の敵を振り払ってみせる。元春の誕生から10年後、1540年、出雲の国の戦国大名尼子春久が毛利氏の本拠点である吉田郡山城に侵攻した。3万人もの大軍であった。毛利を潰す。3000人ほどしか動員できない毛利氏にとってはそこそこやばい危機であった。殿、どうしましょう。大内軍の援軍が来るまで持ちこたえられれば勝機はある。しかし厳しい戦いであるには違いない。そんな中、俺も戦場に出るぜ。出るぜ父上。元春。この時元春は11歳であり、元服も終わっていなかったが、合戦への参加を名乗り出た。出るぜ。ちょい待って元春。これが元春の初陣となった。おりゃおりゃ。結果的にこの戦いは毛利軍の勝利に終わる。ふふぅ。いやはや、戦では元春にはかなわぬな。父上、俺は武勇で毛利家を支えるぜ。その後も元春は数々の合戦に参加し、いくつもの武功を挙げることになる。チャプター2、結婚を強行する元春。初陣での様子からも伝わるように、元春はやると決めたら突き進むタイプだった。やるぜ。そんな元春の性格を象徴するようなエピソードがもう一つある。元春が18歳の頃、俺は結婚するぜ。俺は結婚するぜ。結婚するぜ。元春。元春は突如結婚宣言をした。誰と。戦国時代当時の結婚は家の存続に関わる重大な出来事であった。結婚により有力な家との結びつきが強化されて、防衛力が上がったり勢力拡大のきっかけになったりした。そのため誰と結婚するかは武家にとって重大な問題だったのだ。そんな重大な問題を元春は勝手に進めた。俺は結婚するぜ。だから誰と結婚するのだ元春。この人です。よろしくお願いします。元春が結婚相手に選んだのは毛利家の家臣、熊谷信直の娘、新城の坪根であった。意外と手堅い。熊谷信直は優秀な家臣だった。元春はそんな優秀な人材をつなぎ止めるため、その娘である新城の坪根を妻に選んだ。これで熊谷信直は生涯を通して毛利家に尽くしてくれるはずだ。ゴリゴリの政略結婚であった。後世の創作からちょっとつ盲信なイメージがつきがちな元春だが、政治的なバランス感覚も持ち合わせていたようである。政治力は大事。ちなみに政略結婚ではあったが、夫婦仲は良好で
二人の間には6人の子供が生まれている。元春は側室を持たなかったという。元春の結婚と同時期に彼の生涯を揺るがす大きな出来事が起こる。チャプター3、養子に出される元春。1547年、元春よ、お前にはこの家を出てもらう。父上。元春は母方の実家である吉川家に養子に出される。この時の吉川家の当主、おきつねはいろいろと問題ありな人物だった。元成とは仲が悪く、吉川家の家臣たちとも仲違いする始末であった。うん、うぜえ。そんな中、吉川家臣団が結託して元春を養子に迎えて吉川家の家督を継がせようとしたのであった。元成さんとこの次男を吉川家にください。あいつを追い出したいんです。これは毛利家を強くするための好機だ。お前は吉川家の当主として毛利家を支えてくれ。はい、父上。こうして元春は吉川家へと向かった。あくまで私の息子である千法師が大きくなるまでだからな。中継ぎの当主だということを忘れるな。おきつねは追い出される形となったが、最終的には自分の息子に家督を継がせたいと考えていた。うん。しかしそうはならなかった。元成の謀略によりおきつねと千法師は殺害される。ちなみに襲撃メンバーの中には元春の義理の父となった熊谷信直もいた。これも毛利家のため。こうして吉川家は元春を当主として毛利家の手中に収まった。父上恐るべし。その後、元春が当主となった吉川家と弟の高影が当主となった小早川家で毛利家を支える体制が確立されていく。この体制は毛利両線と呼ばれた。チャプター4、父の死。元春が吉川家の当主となった頃、毛利氏は勢力を急拡大させ、多くの敵勢力と戦を行っていた。元春は父元成に従い数々の戦場をかけることになる。毛利家の邪魔をする者はこの俺が潰す。1555年、厳島の戦い。1556年、郷路坂の戦い。そして1565年、第二次合算戸田城の戦い。毛利軍が雨子氏の本拠点である合算戸田城に侵攻した。雨子家を攻める。元春は毛利軍の主戦力としてこの戦いに参戦している。うおりゃー。毛利軍が兵糧攻めを行ったことで戦いは1年半もの長期間に及んだ。長丁場となった陣中で元春は、うん、書物を書き写したりして時間を潰していた。元春様。元春が書き写した書物とは太平記、南北朝時代を描いた軍記物語で、戦国時代の武士らがよく読んでいた書物である。よし、終わった。戦いの最中なのに元春様の集中力すげえ。元春は戦いの中で太平記の書き写しを終わらせている。武勇だけでなく教養の高さまで伝わるエピソードである。ちなみにこの時元春が書き写したという太平記は現在重要文化財に指定されている。話がそれたが、第二次合算戸田城の戦いは毛利軍の勝利に終わっている。この戦いによって戦国大名としての雨子氏は滅亡した。その後も元春は毛利家とともに数々の敵対勢力と戦い続けた。毛利家の邪魔をするんじゃねえ。この頃の毛利氏は中国地方で随一の大大名となっていた。そして1571年、元春が40代半ばの頃、父元成がこの世を去る。享年75。お前たちになら後を任せられる。父上、あとは我らにお任せください。この頃には元成が目指した毛利両線の体制が確立していた。元春は弟の小早川高影とともに毛利氏の当主となった老い輝元を支えた。
盤石に思えた毛利氏だったが、元就の死後、これまで以上に強大な敵と対峙することになる。チャプター5、織田信長との戦い。1570年代、京都では織田信長が強大な権力を握るようになっていた。信長はその力を使って室町幕府の将軍足利義昭を京都から追放した。うわ、京都を追われた足利義昭は毛利氏を頼った。毛利殿、将軍義昭様が我ら毛利を頼ってきてる。我らは義昭様の味方をする。さすが毛利さん。これがきっかけとなり、毛利氏は織田氏と対立することとなった。そして、ハゲネズミよ、中国地方の攻略はお前に任せたぞ。はい、喜んで。1577年、織田家臣の羽柴秀吉が中国地方への侵攻を開始した。これ以降、毛利氏は織田軍と激しい戦いを繰り広げることとなる。厄介な相手だが、やるしかない。1578年、神月城の戦い。1578年から1580年、三木合戦。1580年鳥取城の戦い。1582年備中高松城の戦い。各地で織田方の軍と毛利方の軍がぶつかり合ったが、織田勢力の勢いは凄まじく、毛利勢力は徐々に劣勢に立たされていく。そんな中、日本史を揺るがす大事件が起こる。1582年、本能寺の変。織田信長が自身の部下である明智光秀に裏切られて命を落としたのである。信長様が撃たれた。えらいこっちゃ、急いで京都へ帰らねば。信長の死がきっかけで織田軍は毛利軍と和睦して撤退した。暴れるだけ暴れて逃げやがった、あの野郎。その後、秀吉が信長の仇を討ち、織田家の中で大きな権力を握るようになる。いつしか秀吉は織田家をも上回る強大な権力を持ち、各地の大名を従える存在となっていく。毛利氏もまた秀吉に心中して存続する道を選んだ。悔しいが、抗っても滅ぶだけだ。チャプター6、最後。あとは任せたぞ、元長。はい、父上。1582年の年末、元春は家督を息子の元長に譲って隠居した。50代半ばの頃である。一説には秀吉に仕えることが嫌で隠居したと言われているが、その一方で年齢も年齢なため、まだ自分が元気なうちに息子を後ろでサポートしつつ隠居する道を選んだという説もある。その後、秀吉による天下統一は加速していく。そして毛利氏もこの事業に参加させられることになる。1585年、秀吉軍による四国征伐。この戦いに毛利氏も動員されたが、元春は参加しなかった。代わりに息子の元長が吉川軍を率いた。頼んだぞ元長。はい、父上。1586年、秀吉軍による九州征伐。相手は島津だ、気を抜くなよ元長。はい、父上。元春はこの戦いにも参加するつもりはなかったが、秀吉と輝元の両方から従軍を懇願された。島津相手なんで元春さんも参加してくれ。島津相手だからおじ上の力も借りたい。え、あの島津相手なら仕方ないか、出陣する。こうして元春は九州征伐に参加した。この体では満足に戦うことはできないだろう。しかし兵らを鼓舞することくらいはできるはずだ。この頃元春は57歳、病を抱えていたという。九州に出兵してから数ヶ月後。俺は毛利家を守ることができたでしょうか、父上。豊前の国小倉にて元春はこの世を去る。享年57。元春亡き後、息子の元長も出兵中に急死してしまう。吉川家の相次ぐ当主の死は
毛利氏にとって大きな痛手となった。吉川元春、毛利元就の次男として生まれた男である。彼は吉川家に養子に出され、そこで当主となり毛利家を支えた。不節用エピソードもあるが、文武両道の男であった。元春が吉川家に入ってから本拠点とした日の山城、それまでは砦程度だったものを整備拡張して本拠としたそうです。拡張工事は元春、元長、広家の3代にわたり、最終的には山全体が要塞化したと伝わります。日の山城、中国自動車道千代田インターチェンジから車で約20分。今日の名言。40くらいで人生折り返しなんてよく言うけど、すごろくじゃあるまいし、折り返してどうするんだよって思うんですよ。次回の日本史漫画は、水軍を率いて毛利を支えた男、小早川隆景の生涯。